おう、宮本、部活終わったのか？ええ。はあ。あれ？俺なんか変なこと言ったか？いいえ、特には。何？変なこと言ったような自覚があるの？いや、そういうわけじゃなくて。じゃあなんでそんな顔してんだ？なんかすげえ不機嫌そうに見えるんだが。ああ、それは悪かったわね。耳の中に水が入っちゃって取れないのよ。いつもはすぐに抜けるんだけど、今日のは手ごわくて。ああ、そういうことだったんだな。耳の奥がゴワゴワ言ってるようで気分悪くなるよな。声も聞きづらくてね。あなたに気分を害してるわけじゃないから安心して。なあ、宮本の耳の水の抜き方ってどうしてんだ？頭を振ってるわ。他には？さあ、知らないわ。俺がよくやるやり方なんだけどな。ポケットティッシュを1枚取り出して、キュッキュッと小よりを作る。ほれ、これをゆっくり耳の中に入れてみな。ふん。あら、本当に取れた。意外と簡単に抜けるもんだろ。頭も振らなくていいし。私、初めてあなたに感心したわ。は、初めて？うん、初めて。ああ、うん、そりゃ、よかった。ラク、ラク。なんだよ、おたま。さっき遊んでやっただろ。そうじゃなくて、何か願い事はないかの？願い事？別にお前に願うようなことはないかな。本当にそうか？本当の本当に？おう、だいたい願い事なんてのは自分の努力で掴み取るもんだろ。神頼みなんかしねえよ。それではわらわの存在価値全否定ではないか。鬼、悪魔、妖怪。妖怪はお前だろうが。何でもよいから願いを叶えさせろ。ああ、もううるせえな。わかったわかった。あ、それじゃあ最近肩が凝ってるみてえだから、ちょっとほぐしてくれねえか？なんじゃ、そんなことでいいのか？その程度の願い、お安いご用じゃ。それ、トントントーン。結構上手だな、お前。わらわの力を思い知ったか？この調子でもっと願いを言えよ。トントントーン。とりあえず、機嫌は直してくれたみたいだな。しかし、なんだろうな、この幸せな気持ちは。子供に肩叩いてもらうって、きっとこういう気分なんだろうな。トントントーンじゃ。グッモーニングダグー。なになに、今日は一人なの？なんだよ、悪いか？いやいや、こうやって男同士の濃厚な時間を過ごせるのは実に嬉しいぞ、親友よ。気持ち悪い言い方すんなよ。にゃっはは。つうわけで、今朝は俺とたっぷり語り合おうぜ。昨日の野球見た？あの鬼原のバッティングすごかったよな。なあ、すげえ盛り上がったよな。しかし俺はピッチャーの栗田が良かったと思うわ。あの投げ方どうやったらできるんだろうな。途中まで低めのコースなのに急に上昇するって話じゃん。
確かこんな感じで投げるんだよな。こう振りかぶって楽ビュッと投げる。いたあ、まさか私の頭を握っただけでなく、まさか引っ張って投げようとするとは。ごめん宮本、ピッチャーの投げ方真似してたら偶然掴んじまって。曲げず右利きよな、剣幕真似るから清いよち。楽、ここはとりあえずもう一回改めて誠心誠意謝った方がいいと思うぞ。そうだな宮本、この通りだ。本当にすまれ。おお、楽が土下座した。いいわよ、もう今度からは気をつけて。ほう、助かった。あの、一応ねえねえダーリン、今度の土曜空いてるわよね。空いちゃいるが、なぜ空いている前提で話を進めるんだい、ハニー。空いてるならいいじゃない。今週末行くわよ。行くってどこに？場所は決まってない。なんで偉そうなんだよ。そもそもなんでお前に付き合わなきゃいけないんだ？そんなもん定期デートに決まってんでしょ。ああ、もうそんな時期か。相変わらずクロードあたりが疑ってんのか。まあそんなとこよ。そんじゃ駅前11時。いいわね、忘れないでよ。お前の方こそ寝坊すんなよ。しないわよ、子供じゃあるまいし。はいはい、お互い恋人生活も大変ですな。ですってよ小崎。あんたがもたもたしてるから。で、どうするの？うちのクラス席替えないよね。他のクラスはあったって聞いたんだけど。そういやそうだよな、もう2学期も終盤に差し掛かろうとしてるってのに一度もねえもんな。一条くんは席替えしたい？まあそうだな、今もいいけど違う席ってのも気分変わるしいいんじゃねえか。ほら、小野寺とだって今は離れてるだろ。そうね、小崎は隣に座りたい人もいるんだろうし、そりゃ席替えしたいわよね。隣に座りたい人？小野寺の？もう、ルリちゃん！もう、本当にどうしてそんなことばっか言うの？あの小野寺、隣に座りたいやつってのは。違うの、それはルリちゃんと隣の席になりたいって意味だから。あ、なんだ、そういう意味だったのか。そうなんだよ。あ、そうか、なんだなんだ。いやー、焦った。
宮本、なんで俺今舌打ちされたんだ。さあ、あなたにはきっと一生わからないんじゃないかしらね。メール？ちとげからか。ラクエ、最近あんたちょっと冷たくない？私なんかしたかな？自分で言うのもなんだけど、心当たりがありすぎて。本当ごめん。もし何か嫌だって思うことあったら言ってよね。一応とはいえ恋人だからちゃんと聞くし、直すようにするからさ。じゃあまたね、ちとげ。そういや最近あんまりちとげと話をしてなかったかもな。クロードたちに怪しまれると厄介だし、もう少し気にかけていかねえと。坊ちゃん、朝ですよ。早く起きないと遅刻しますぜ。今起きるわ。今朝のご飯はアジの開きでさ。よし、今日も一日頑張るか。